なのでとりあえず9時55分まで、今日はね作れるところまでご飯を作っていきたいと思います。そうなの、今日1時間だけ何お稽古がね早く終わったんですよ。そうなので、そう最近自分の手料理を食べれてなかったので自炊したいなって思って、そうでも8時の用事が終わってからだとちょっと絶妙にそこをちょっと遅いなってなるから、一旦その8時の用事が始まるそのギリギリまでちょっとなんか作れたらいいなと思って、ほらちょうど使い切ったよ。食べようかなって思ってたんですけど、そうでもちょっとやめにして、今日は肉じゃがにしました。そうなんです、なんか今日ね朝収録があったんだけど、その時に出たお弁当が、あれな、鶏キューって書いてたのかな、鶏キューみたいな書いてて、で、それのお肉が、鶏そぼろ弁当にしたんですよ。で、鶏そぼろに、ね、肉じゃがっぽい肉じゃが肉じゃがっぽい肉じゃが肉じゃがっぽいじゃがいもが1個だけ入っててね、それがすごい美味しくて、でなんかそれだけではちょっとおいしさ物足りなくて、まあ、ちょっと55分までなんて本当に野菜切ってぐらいしかできないかな。ちょっと50分ぐらいになったら教えてくださったらとってもありがたいです。モンハンと同じだよ。そうだよ、そうだよ。
これ包丁なんてプレゼントできる。そう、あのそのファンの方が包丁作ってる方で、ね、すごいんだよ。見えるかな、モモカって、やばい、錆びてるのバレる。モモカって書いてある。じゃがいもを剥くだけでなんか終わりそう。もう西さん、じゃがいも剥くの好きじゃないんだよ。そうなの。大変じゃない？じゃがいも剥くの。どの野菜一番大変じゃない？じゃがいもって。どの野菜、すべての野菜の中で皮むく、まあ、皮むかなくてもさ、いいんだろうけどさ、やっぱちょっと大事じゃん、土ついてるからさ、まあ、洗えればいいんだろうけどさ、でもやっぱさ、土ついてるからさ、土ついてるのをさ、見ちゃってるからさ、やっぱ置きたいなって思うよね。ミラーで向いてるって、うん、向いてる。あのね、もし包丁がさ、だからリンゴとかもさ、梨とかもさ、抜けないんだよ、皮系。恐ろしくて、なんかそのまんまいっちゃいそう。だからもう皮むきはもう大西は私のこの人生の中で習得せず、むしゃピーラーで生きていこうと思って、皮むきに関しては。やっぱ昔ってピーラーなかったのかな、そう思った。あ、それはないか。いつ頃からピーラーってでき始めたの？でもママはピーラー使ってなかった、大西のママは。ってことはその時代はあったのかな、なかったのか。あった。本当にだからさ、リンゴとか剥けるだけで、剥けるだけというかさ、剥ける人とかめっちゃかっこいいって思うの。自分にできないことをさ、できるってとってもいいよ。今こうして大量に作っておけば、私は明日のご飯も、明日の朝も、明日の夜も肉じゃがという素晴らしい献立になります。一人暮らしの人ってさ、どうなんだろうね。なんか大西はさ、もう毎回さ、買ってきたら買ってきた分全てを作っちゃうの、一気に。そう、別に飲みとか作るの面倒くさい。毎日やるより一気にドカってこう作ってしまいたい人なので。まあでも毎日さ、違う料理とかさ作れた方がいいよね。それは思う。あ、暇になったからね。
暇っていうか時間が自分の自分になんか余裕ができる日になる。一人暮らしだけど全然自炊できない。あ、本当？でもさ、しなくてもいいもん。なんか結果私はさ、東京で AKB さ、あのまだ引っ越してくる前とかはさ、ずっとホテルで暮らしていたのでメンバーとね。だから手料理が食べたい、キッチン欲しいっていうのがさ、自分の中でずっとあったから、なんか多分一人暮らしになった今自炊したいってさ思える力が多分あると思うんだけどさ、そうじゃなかったら別にいいもん、コンビニで。それはとてもそう思う。本当にジャガイモ剥くだけで終わっちゃうよ。もうちょっとゆっくりできたらよかったんだけど、こうちょっと絶妙な時間に始めてしまったね。申し訳ない。いやでも肉じゃが、人参は半分にしよう、ね、人参はちょっと、ジャガーはいくらでもあっていいんだけど、人参はちょっとそんないらないじゃん。完璧。本当にこの包丁よく切れるから素晴らしいわ。50分だよ。ね、早くない？早いじゃん、とっても。まあでもここがね、大変なところ、大変なところでもないけど、ここがね、手間かかるところだから、肉じゃがは。あとは煮込んで、煮込みはいいか。まあまあまあ、ここまでできたのをよしとしよう。あとはじゃあちょっと用事が終わってからしようかな。玉ねぎは肉じゃがに半分使って、残りの半分はお味噌汁に使います。ということで、こんな中途半端な状態でございますが、そろそろランキングの方も1位の方から呼ばせていただきたいと思いますゆえ見ますか、どう、お西の剥いた玉ねぎと人参とあのじゃがたち、終わってしまった皮むき配信でございました。すごいね。ちょっとお西も早くご飯食べたいねんけど、まあ、一旦ちょっとじゃあ、 あの8時からの用事を終わらせて、またあの引き続き作って無事に食べたいと思いますまたちょっと今度ゆっくりあのご飯配信させて、ありがとう本当に。ということでですね、では一旦この辺で終わりたいと思います。あ、メールで送るね。じゃあメールで送ります、今日の肉じゃがは。ではでは、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いますよ。1位よちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が RTO アットマーク大西文マリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がマークアンコード、アットマーク大田区大西大地空手沢さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位、じゃあ、変わった変わったよ、もう一回いくよ、いきます、1位がゆっちゃんのゆももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そし
主催が RTU アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして余韻がマークアコードアットマーク大田郡西大地空手団さん、ありがとうございます。イエイ。そして、5位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がコバアットマーク大西吉さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がしおりちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が、ニングさんになってる、ニングさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がユージさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が大西かきアットマーク大西軍アットマーク主軍ルームレベル5603、ありがとうございました。イエイ。えらいこっちゃ、ありがとうございます。こんな中途半端な、まあちょっとありがとうございました。本当に見ていただき、じゃあ出来上がりはメールで送るので楽しみに待っててください。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。この寸止めの状態、別に寸止めまでも行ってないけど、お腹すいた。じゃあちょっと頑張ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。